お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はこちらですね。京都都メッセに来ております。で、何かというと本日はですね京都ブラックアウトということで PR 大使みたいな感じで、今回ねお仕事をやらせていただくことになりましたので、本日はねイベントの中がどんな感じかっていうのを撮って皆さんにねお届けしていきたいなと思います。それでは早速ね会場の中行っていきたいと思います。はい、ここからはね会場の音とか結構入っちゃうんでアフレコで、ご案内したいと思います。まずですエキゾチックサプライさんですね。めちゃくちゃいいレオパーいっぱいいました。スーパーマックスのベルエニグマ、スーパーブラッド作家ですね。前回ねうちもここでお迎えさせてもらってね似たような子がいます。ブラッドスーパーハイポタンジェリン、結構いいオレンジ出てるんじゃないのかなと思いました。そしてこの子ゴジラジャイアントラプターですね。頭の白抜けも綺麗でなかなかいいラプターがいました。レオパねたくさんいなかったらこういったバンディットとかお迎えしちゃいそうになりましたけど、まあうちはねいっぱいいるんで。でこちらのレイニングレッドストライプも結構ね綺麗でしたね。うちいなかったら絶対お迎えしてたな、この子は。そしてギャラクシー、まあ、こういうスーパーマックスの系もたくさんおりました。で何といってもねこのブラックナイトやばくないですか。ピュアラインのね、ブラックナイトということでなかなかにね黒さのクオリティ高かったです。特にこの子とかもう光をね吸収してるように見えるぐらい遠巻きで見るといいクオリティのねブラックナイトがいました。あー欲しいね。で続いて、アトリエアートルゴッサさんのところの作品です。昔からね知っていて結構ね僕好きなんですよ。見てくださいこのリアルな感じ、鱗一枚一枚、そしてちょっとこう突起のあるようなね感じのテイストで油絵なんですけれども鱗のね一枚一枚しっかり丁寧に描かれているということで非常にリアルな作品が多かったです。いやこういうのね家にねいっぱい飾りたいなとはね思ってるんですよね。特に石亀が好きでね。でこちらボールパイソンの作品鱗がね均一にしっかり描かれていてねめちゃくちゃ精度が高い作品になってました。他にもねこんな感じでサバモニもいたりだとか、あ時計とかもね売られていて非常に面白かったです。欲しいねこの石亀のやつで。実は僕こちらの石亀のアクリルキーホルダー購入させていただきました。ありがとうございます。めっちゃお気に入りです。続いて GT レプタイルズさんですね。どういった子がいるかというとボールパイソンめちゃくちゃおりました。いっぱいで結構気になる子ねピックアップして見てるんですけど、アルビノパイボールとか、あと他にはねクラウン系ですね。キラークラウンいい柄してるね、いい柄してるわ、欲しいなこれ。でこちらオレンジドリームクラウン渋いですね。でパステルフリーウェイみんな大好きなモルフかと思います。ドリームシクル結構いろんなね種類幅広くいました。他にもねカメ、赤耳ガメのアルビノですね、綺麗だね。スノーめちゃくちゃ美しかった。でパラドックスですね、アルティメットパラドックス。はい、続いてはハチュメーカーさん。ここはね爬虫類の T シャツたくさん売ってました。可愛いねイラストからなんか見覚えのあるなんかねユニークなロゴですね。はい、カエルも可愛いし、あとこれは何なんだろうね、なんかバッチかなんかかな。結構いろんなね種類置いてました。やっぱり爬虫類イベントってこういう服とかもね目的で買われてる方もたくさんいるのでこういうの見ると楽しいですね。はい、続いてはこちらのお店、なかなかいい子いました。青じたトカゲのベビーですね、めちゃくちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。そしてねトカゲだけじゃなくてカエルもいました。クツワガエルですかねこれは、なかなか立派なサイズで、個人的に一番気に入ったのがこの子アカメカブトトカゲですね。めっちゃ可愛かった。いやでもねこんな立派で恐竜っぽいようなフォルム、めちゃくちゃいいフォルムしてますよね。すごい造形美、
こんなトカゲがね1万円ちょっとでお迎えできちゃうというので、いやかっこよすぎでしょ赤目カブト。まあ性格は結構ね陰キャなんで、なかなか観察するには適してないかもしれないですけど、個人的にはおすすめでした。でなんといってもこの子超高額生態マツカサトカゲですね。めちゃくちゃ可愛い。僕ね死ぬまでに1回マツカサトカゲは飼育してみたいんですよね。ただ金額がね高額生態なだけあって、顔がコアラみたいで可愛くないですか。あとやっぱこのなんかずんぐりむっくりした体つきですよね。鱗もかっこいいし、やっぱね全てがちょっと特殊なフォルムで大好きですね。この尻尾もいいんだよな。いつか飼いたい。アカシリクガメもたくさんいました。可愛いね。はい、続いてはキャンドルさんです。とマダラヤドクガエル、どんな子かというと、ほい、ちょっとねブルーがかってて綺麗でしたね。このマダラヤドクガエルはなかなか模様もね混み合ってていいカエルですね。でミステリオサスヤドクガエルということで、白色の水玉がいっぱい体にね散りばめられた、非常にヤドクガエルの中でも、まあ、高額な方のカエル。そしてキヨビヤドクガエル、昔飼ってました。イチゴヤドクガエル、あの赤いタイプじゃなくて緑色のタイプの子ですね。いやこれもこれでねいいですね。やっぱヤドクガエルはいいですよ。そして、ウェドラカベカナヘビということでブルーの子もいました。続いてはハンドメイドシェルター販売されてたんですけれども、こちらですね、わめっちゃおしゃれ可愛いです。この水入れとかもねなかなか可愛くて、爬虫類目的じゃなくてもちょっと飼いたくなるようなねこういった小物がありました。はい、ちょっとは現場の音声もお楽しみください。スケアクローとかいうの初めて知った。バットマンシリーズの名前ですね。かっこいい。下の子はこれはねレオパードバナナクラウンで、これは別名ゴッサムです。やばー、かっこよすぎるでしょ。これは値段書いてないってことはバカ高いってことですか。これねまだね脱皮したとこで、あの性別も調べてないんでね、まだちょっと値段はまだ決めてないんですよ。でももう30万40万するんやないですか。いやいいなー、これやばいわ。この子やばい。やっぱクラウン好きなんですね。最近バナナレオパードクラウンえぐいわ。あの橋の子やっぱ濃くなるんですよね。レオパードクラウンはちょっとこう渋い感じ。そうですね、バナナあるとこんな綺麗なんですね。これはエグいわ、これはエグいわ。この子欲しいですよ。いくらぐらいするんだろういくらぐらい、ざっくりいくらぐらいイメージですか。めっちゃ綺麗だな。まあ、30万ぐらいでもそこらしますよね。デスクはつけたいですね。あーマジ綺麗。時間短縮ですか。そうです。レッサーレオパードクラウンでおそらくバナナ入ってると思うんですよね。あ、こっちがバナナスポットノーズ。そうです、こっちがバナナスポットノーズ。バナナスポットノーズめっちゃ綺麗、はい、バナナレッサーレオパードクラウンだと思います。バナナ入ってるっぽいですね。こっちの方が好きです、はい、バナナ入っただけで。そうですね、これやば、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。こっちもかっこいいでしょ、シルクで。すごいわ。まあ、でも確かにね、バナナ入ってないのもかっこいいけど。いやーすごい、ありがとうございます。はい、続いてはミミチャさんというブースです。フクロモモンガのグッズがたくさん売ってました。あ、モモンガカフェをされてるみたいでして、かわいいですね。こういうクッキーとかね、あとハーブティーとかもね販売してました。結構女性に人気そうなブースでしたね。いや可愛い。うちもね袋ももがお迎えしてるんで、最近はねついつい見ちゃいますが、そしてこれ着てる服可愛かったですね、うん、なかなかいいデザインでした、ミミチャさんのブース。そして夏といえば、はい、クワガタカブトムシも販売しておりました。ヘラクレスオオカブト、やっぱいいですね、虹色クワガタ。まあこういうのもね爬虫類イベントでは見ることができます。続いてベルレプタイルズさんです。と鹿児島のお店ですね。クレセット月光もね結構置いてました。いいがたいの立派なクレスいましたね。こちらもなかなかね尻尾とか結構白くてね、なかなかいい個体でした。そしてなんと三浦サンドバーおりました。オレンジダルメシアサンドバーね、僕が好きなんでついついこう目に留まっちゃったんですけど、なかなか綺麗な子でしたね。他にもねカイマントカゲとかね、あと結構いかついので言ったらグリーンパイソンですね。サワラティというローカリティだそうです。
続いてはこちらオーサムプラントさん、植物とシェルターを販売されてましたね。まあ、こういったね、爬虫類が食べられる植物と、あと人工なんですけどコルクボードというのかな、コルク樹皮で作ったシェルター、そして上はウィロモスだったかな、苔ウィロモスとエアープランツで作ったシェルターを売ってました。なかなかねヤドクガエルとかに向いてそうだなと思って、ビバリウム作る人はおすすめです。そしてザリガニイーパンチさん、今後ねこういったカラーザリガニはなかなかね飼育できなくなってしまうので、今のうちにお迎えしたい人はチャンスですよという話をね聞きました。綺麗ですね、このブルーのザリガニとか白とブルーのまだらのザリガニとかね、いろんな色のザリガニがいました。このブラックとかめちゃくちゃかっこよかったです。いいですね。はいはい、続いてデュビア屋さんです。たくさんね餌用デュビア販売しておりました。面白いのがねサンプルデュビア用意してまして、うちにね持って帰って食べるか確認してから買っても OK ということでした。面白いですね。はい、そしてこちらブラッキーデザイニングさんのところですね、なかなかリアルな爬虫類のデザインのね服がいっぱい揃ってました。ニシアフとかもいてね可愛いなと思ったんですけど、これはねリアルなデザインが好きな人にはめちゃくちゃ刺さりそうなね、グッズがいっぱいありました。いや、おしゃれですね。そして個人的に気になったのがこちらです。ネオレゲリア系の植物がいっぱい、ヤドクガエルとかビバリウムとかね、作る人にとっては結構宝の宝庫なんじゃないですか。いろんなカラー、いろんな種類のね植物が売ってました。いや、本当カラフルで綺麗ですね。続いて BB 月光図さんです。クレステッド月光がたくさんいました。めっちゃ綺麗じゃないですか。この子はなんかちょっと金色っぽく光ってるようにも見えるし、いやーほんとクオリティ高かったですね。綺麗です。クレステッド月光バイカラーもなかなかいい感じの色合いしておりまして、こう触ったらね飛び跳ねて可愛かったですけど、やっぱクレスもね人気みたいで、結構会場でねお迎えされてる方たくさんいました。いいですね。はい、これジャコウネコ。ジャコウネコのアルビノ？粒子。粒子で、国内で初めてです。ええー、おいくらぐらいですか？200です。わあ。わあ。結構感じますね。そうそうそう。素敵な、うわ、やばやばくないですか、可愛いと思って、これは絶対簡単に言おうと。アフガンタンジェリンレーダー的な固有意。そうですね、これ綺麗。うわいい顔してんじゃないか。やば、いや、いいな、この子やばいですね。頭の白抜けもちゃんと出てんのがおしゃれ。うわちょっとまあビビりな子が多いからちょっとあれなんだ。うわやば。はい、結構ね人気な子です。ピーターバンディットスキンクということで、なんかバナナみたいな見た目のトカゲですけど、めちゃくちゃおとなしいし相当可愛かったですね。自分もねスペースさえあればお迎えして飼育したいなって思ってる種類のうちの一匹ではねありますが、まあ今はちょっとこう我慢ということで、お戻しさせていただきました。めちゃくちゃでも可愛かったですね。そして、こちらシェルターも八神戸さんはね、売っております。しかもねかなりいいバラエティ性に富んだいろんなシェルターオブジェが置いてるんでね、マジでおもろかったですね。で僕としてはねこちらの木のおじさん、これ欲しかったんですけど、もうね在庫がなかったみたいで買えませんでした。これ次回あったらね買いたいですね。ちょっとビバリウムの中に入れてリアルにレイアウトしたいです。まあ会場はねこんな感じでした。はい、ということでね、自宅に帰ってきました。
京都ブラックアートね、僕自身初めての参加だったんですけど、結構ね人もたくさん来てまして、で当初はね14時ぐらいにはもう帰ろうかなと思ってたんですけど、一旦ご飯食べに外に出て、でまた戻ってきて、結局15時半16時ぐらいまでいたかな、いたんですけど、午後もね結構人がたくさんいたので、なかなかね盛り上がったイベントになってたんじゃないのかなと思います。普段ね、あまりお話する機会のないお店の方とかとも、今回ねブラックアートの PR 大使ということで動画をね撮らせていただく中でお話することができて、結構ね楽しいイベントでした。で次回、ブラックアートは、埼玉ブラックアートありますので、そちらはね結構ラフチャンネルとしてもブラックアートさんと一緒にね、いろんなキャンペーンであったりだとか、まあ入場者特典とかいろいろとね考えてやっていこうと思ってますので、ぜひ埼玉ブラックアートで、行けそうな方は遊びに来てもらえたらなと思います。ということで、本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。まあ、イベント会場でね撮影ご協力していただいたお店の皆さんね、ありがとうございました。またブラックアート次回もね僕が行って撮影とかねしようかなと思ってますので、次回のねブラックアート動画もねラフチャンネルで出しますので、ぜひね楽しみにしていてください。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。